足元のペダル類ですね、ペダル類をちょっと紹介したいと思います。まず一番こっちにあるこれがですね、 RC ブースターというベース RC ブースターですね。これがベース、BB プリアンプ、これがロボトーク2になります。でこれは、ディレイとして、使ってます。これが、現在の僕の、メインの、ボードとなっております。チャンネルが2つあることが、特徴ですね。で聞き方が A と B 全然違って、まず B チャンネル B ですね、 B の方はすごく下の帯域がよく聞いてて、僕はあのベースラインとかあのスラップする時とかによく、踏んでます。こんな感じですね。こういう感じです。で、チャンネル、A ですね、 A の方は、もっと上の方に、綺麗にかかってくれるので、例えばメロディーとか、ソロを弾くときによく対応してます。こんな感じです。こういう感じですね。チャンネル、A は、上の方によくかかって、両方にするとすごく、また特殊なすごいエグい感じの、A と B の、聞き方を、すごく極端な感じでどっちともセッティングしてあげて A と B をミックスすることもできます。そうなるとまた全然オリジナルなエンベロープのサウンドが作れるんじゃないでしょうか。